2023年10月5日に、プラレールリアルクラスの第2弾として、485系特急電車と185系特急電車の別塗装パターンが発売されます。ところが、レールのラインアップは相変わらずで、増える気配がありません。そこで、リアルクラス向けのレールを徐々に作っています。今回は、Y 字ポイントレールと、単線複線幅広ポイントレール、そして、駅のレール部分をリアルレール化するものを作ってみました。Y 字ポイントレールは、単線から左右に分岐するレールです。通常版の Y 字ポイントレールは市販されていますが、そのリアルレール版を作りました。フュージョン360でデザインします。支点と終点の幅が 5.4 センチメートルになるようなサインカーブを対称に2本描きます。それらに沿ってレールを伸ばしたものを重ね合わせます。そして余分な壁をカットし、ポイントをつけます。3D プリンターで出力したものはこちらのようになります。基本的なレイアウトを組んでみました。列車を走行させてみます。まず、185系特急電車を走行させます。問題なく走行することができました。次に、小田急3100型 NSE も走行させます。こちらも問題なく走行することができました。単線複線幅広ポイントレールは、単線から幅広の複線に分岐するレールで、分岐の片方が直線になっているものです。市販の製品では、複線幅広ポイントレールはありますが、分岐元が単線になっているものはありません。以前に、通常レール用に単線複線幅広ポイントレールを作りました。その時とほぼ同じ設計で、フュージョン360でデザインしました。ただ、レールの両端に若干直線部分を入れました。3D プリンターで出力したものは、こちらのようになります。簡単なレイアウトを組んでみました。列車を走行させてみます。まず、ポイント部分を直進させます。問題なく走行することができました。次に、185系特急電車で、ポイント部分で分岐させます。こちらも問題なく走行することができました。さらに、小田急3100型 NSE も走行させてみました。こちらも問題なく走行することができました。プラレールの駅はいくつかあります。その中に、レール部分を取り外せるものがあります。本動画作成時点で購入できるものとしては、J28 プラキッズ駅セットがそれに当たります。また、過去には、この駅と同じ金型で作られた駅がいくつか出ています。このような駅からレールを取り外し、リアルレール用のものに取り替えられるようにしてみました。駅から取り外したレールをもとに、ネジ穴などの位置が同じになるように、フュージョン360でデザインします。そして、レール部分に枕木をつけて、リアルレール化していきます。3D プリンターで出力したものは、こちらのようになります。駅を裏返して、既存のレールを固定しているネジを外します。3D プリンターで作ったリアルレールに付け替えて、ネジで固定します。
リアルレール化した駅ができました。この駅と、ここまでで紹介した Y 字ポイントレール、そして、単線複線幅広ポイントレールを使ったレイアウトを組んでみました。単線複線幅広ポイントレールを使ったレイアウトでは、線路を複線化かつ高架化し、今回作った駅を使って、2面4線の島式ホームを作ってみました。曲線区間では、以前に作っておいた複線外側曲線レールのリアルレール版を使いました。また、これも以前に作った架線柱を使って、リアル感を高めました。ただし、この架線柱だと、小田急3100型 NSE では、パンタグラフがぶつかってしまいましたので、そのパンタグラフだけ、ロータイプを使用しました。列車を走行させます。他の角度からの映像をお楽しみください。全面展望をお楽しみください。3D プリンター用のデータはダウンロードすることができます。ダウンロードアドレスは動画の概要欄をご参照ください。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。